目の前が故宮博物館ですね。ちょっとね、ここで、もうここだけでも本当、なんて言うんだろうな、もう圧巻、圧巻としか言いようがない。とりあえずね、ちょっと楽しんでいろいろ見回りたいと思います。ちなみに天安門の裏側はこのような感じになってます。この奥は紫禁城かな、多分紫禁城だと思うんですけれども、なんかもう目の前に広がってる光景はもうただただ圧巻です。それだけ本当に。今地図見てるんだけど、大嘘でした。あれ紫禁城でも何でもないです。で今いるのがここっすね。何でしょう、レーディアンゲートで、その上がゲートオブシュープリームハーモニー。いろいろね、こう建物があるみたいですね。故宮博物館に入るためにここでチケット買いました。で、40元でした。でパスポートがチケット代わりになるそうです。で今からあそこから故宮博物館に入りたいと思っております。はい、セキュリティチェックを抜けて中に入りました。ここからまあ中に入るんでしょうね。撮影可能かどうかちょっとまだ調べてないんでわからないのですが、外は皆さん撮影されてるのでいいみたいですね。中に入るとすごいですね。まず1日でこう回りきるのは無理でしょう。主なところはね、なんか1日で回りきれるとは書いてたんですけれども、いやー本当ただただもう広いとしかちょっと言いようがない感じです。下の顔を見たら凍ってますね。やっぱね、中国を代表する観光地ですから、もう中国中から、いろんな観光客が来られていますね。まだまだ続きます。とっても広いです。本当に圧巻。なんて言うんでしょうか、またなんか永遠に続くっていう感じがします。本当にすごいです。你这个来看那个石阵沙杀人。ちょっと行ってみましょうか。あと見晴らしが良くなってきました。ここからです、北京のね市街地が見えますね。もっと晴れてると綺麗に市街地の方も映るんじゃないでしょうかね。はい、まだまだ門は続くみたいですよ。あそこの奥の方にある建物がなんか公園になっていて、なんか天安門広場っていうか、この故宮周辺を見渡せるような形になってそうですね。もう広くて、言葉になりません。
もう言うこともなくなってきてます。もう私暇じゃないっていう意味ですよ。完成門っていうのかな、もういくつ通ってきたか忘れてしまいましたが、もう広、ただただ広いことに驚いております。なんていうのかな、龍と絵、左下右下にはおそらくフェニックスか何かだと思う。あと右上にも左上にもある。で、誰かお金を投げてるみたいで、なんか至る所に効果が散らばってますね。とりあえずちょっとね、今回ね勉強不足です。俺、ちょっとやはりちょっと勉強してから、やはり事前情報を仕入れてから来た方が俺的にはちょっと面白いかなと思いましたね。やっぱちょっと正直解説とか読んでもやっぱり中国語なんで、ちょっと意味がわからないっていう部分がちょっと大きいので、またねちょっと帰国してからいろいろとこの動画見返しながら勉強したいなと思ってます。多分ここがおそらく終点、終わりの場所かと思います。こっから先はありそうにないんですよね。はい、お疲れ様です。故宮博物院ですね。一応主要なところは全部見たのかなと思います。でもね、ただねちょっとね勉強不足だったんで、そうですね、ちょっとこうなんていうのかな、もっとこう前ね事前に調べてきた方が俺的には楽しめるのかなと思いました。まあね、なんだろう、帰国して動画見返していろいろとまた調べ返せればいいかなと思っております。終わっていたと思ったんですよ。でもまだ先がありました。はい、引き続き見ていきたいと思います。今までなんか同じような感じのが続いてきていたんですけれども、今ねなんか急になんか趣が変わって、こういったなんか石と、まあ、石って表現するしかないのかなとか、あとあそこの方になんか崖があるんですよね。ああいったものがあったりとか、なんかねちょっと楽しくなってきました。今ですね、現在13時3分です。1月2日の13時3分なんですけれども、ねそんな今ね寒くないんですよね。でこちらの北京の方の今気温がマイナス7度という風になってるんですけれども、そんなにね寒さは感じません。うん、まあいいことです。あ、ここが本当の最後なのかな、そんな感じがします。道路になってますからね、先の方を見ると。やっぱりどうやら、ここが最後らしいです。でこう最後の場所がこれ神って書いて武将の武と書いて門って書く神武門でいいのかな、まあ、その帰国してから調べますけれども、神武門まで来ました。なんか面白そうな階段があるんでちょっと今登ってるんですけれども、なんか絶景ポイントだったら嬉しいな。あ、
景ポイントでした。絶景ポイントです。素晴らしい。はい、お約束通り絶景ポイントでした。ラッキーですね。これはちょっと嬉しいかも。なんかここが入り口っぽいような感じしますよね。でも出口なんですよね、ここね。この故宮博物院の前の川もあまりの北京の寒さに凍ってますね。はい、ですね、今故宮博物院全部見終わりました。今からちょっと読み方が正直わかんないんですけども、影山光口っていう風に日本語読みでは読めると思うんですけれども、ジャンシャンパーっていうね、ジンシャンパーかな、まあ、とりあえず、そこがですね、なんか山みたいになっていて、山の上にある公園みたいになっているらしくって、そこから見る故宮周辺のその景色っていうのはとてもなんかいいらしいんですよ。なのでちょっと行ってみたいと思ってます。はい、今から慶山公園に行きたいと思います。慶山公園から見る故宮周辺の景色っていうのはとてもなんかいいそうなので、ちょっとね楽しみです。慶山公園の中に入ってきました。なんか落ち着いていい感じですね。ひたすら階段を登っております。はい、登りきりました。こちらは北側ですね。故宮がある方よりもやっぱね、景色的には少し地味になるけれども、これはこれですごく僕は好きです。こちらあの、まあ、西側になりますね。こちらはね、なんかあの何でしょうか、さっきの北側よりかはなんかこう湖とかもあったりとかして、なん情緒あふれるような景色になってますよね。こちら東側ですね。高いビルとかあったりしてね、結構都会的な感じですね。やっぱりあの一番この景色が一番いいと思います。故宮をやはり見渡せるというね。それではちょっと宿の方に帰ってチェックインしたいと思います。ではでは、無事に下山しました。そしてね、ちょっといい感じのこの建物、なんていうんですかね、これこのいい感じの景色、やっぱり北京は絵になる場所が多い、ホステルに帰る途中だったんですけれども、なんか美味しそうな店を見つけたんで食べたかったんでちょっと入って、トマトと卵と米の麺の、ヌードルっていうんですか、まあそれを食べました。今食べてるんですけどね、なかなか美味しいです。ごちそうさまでした。美味しかったです。ダイエットのためにスープを残します。この店で食べました。うまかったです。さっき食べた店で
なんか台湾製のソーセージっていうのも買ってみました。5元です。美味しいのかな。さっきのソーセージなんですけど、まあまあでした。味はかもなく不可もなくっていう感じなんですよ。でね、やっぱ何度も言うんですけど、北京って本当にフォトジェニックな街ですよね。なんかもう本当いろんなところが絵になるっていうか、もうなんて言うんだろうな、もう世界中にこういったフォトジェニックな街ってたくさんあるんだろうけど、このなんか温かいこの懐かしさを感じさせるのはこの北京が一番なんじゃないかなと私は思います。